山さん、おめでとうございます。ありがとうございます。選ばれたイミュージカルに選ばれた感想をお願いします。はい、本当に今までの歴代の先輩方が有名な方ばかりなので、自分が選ばれたと知った時は実感が湧かなくて、マネージャーさんに本当ですかって多分3回くらい聞いたと思います。もうそれぐらいすごい嬉しくて、結果を聞いたその日はもう多分ずっとニヤニヤしていたと思います。歴代の先輩方、有名な方々いっぱいいるかと思うんですけれども、誰か目標にされている方っていらっしゃいますか？はい、七尾さんですね。本当にすごいストイックな姿勢ももちろんそうなんですが、ポージングからそれからいろんなことがもう本当に勉強になります。はい、今日も素敵な水着着られてると思うんですけれども、はい、今日の水着のポイントを教えていただいてもいいですか？そうですね、今日の水着は去年から流行りのこうクロスタイプになっていて、スタイルがよく見えるところがポイントです。なんか色味とかってありますか？色味はそうですね、くすんだピンクが今年流行るので、皆さんにたくさん夏着てほしいなって思います。その水着を着てどこか行きたいところとかってありますか？そうですね、私は海ですね。海の中でも沖縄とか行ってみたいです、はい、じゃあ例えば沖縄にどういった人と一緒に行きたいとかってありますか？どういった人、まずはですね、お世話になったマネージャーさんを連れて行きたいと思っていますなるほど、マネージャーさんと一緒に沖縄の海で、はい、沖縄の海で、はい、なるほど。じゃあ、また質問です。そうだ、足が長いかと思うんですけど、股下とかって何センチ？股下、86だと思います。アニメとか漫画とか好きみたいな、はい、なんか推しのタイトルとか。推しですか？はい、クラナドっていう作品がすごい好きなのと、あとマクロスフロンティアとガンダムダブルオーといったロボット系のアニメが好きです。はい恥ずかしい。学生時代って何か運動されてたんですか？高校生の時にダンス部に入っていました。で今はお仕事で東京ガールズランというお仕事をさせていただいてて、そこでマラソンの練習をしたり走っていますね。はい、1日どんぐらい走るんですか？練習、その大会前ですと週に3回5キロから10キロを走っています。これ中国の四川出身っていうのは、はい、なんかお母さんかお父さんどちらかが中国の方ってことなのか、それともお仕事の関係で向こうにいらっしゃって？そうですね、中国、みんな中国にいて、で9歳の時にこっちの方に来た感じですね。はい、そしたらお父様もお母様も日本人？一応国籍は今は日本ですね。私も今国籍は日本になっています。ちなみに四川省ですよね。四川省のどちらなんですか？の、徳陽っていうところなんですけど、首都じゃないか、州都の近くです。近く、はい、今回受賞はご両親は何か喜んでらっしゃいました？実はまだ両親に話していないんですよ本当にこれは絶対に当日まで言ってはいけないというふうに言われていたので、まあ、これなので逆に両親をびっくりさせようと思って秘密にしてきました。